悪いが、一つだけ頼みがある。何かな？簡単に負けるつもりはないが、もし俺が死んだら、しばらくでいい。アスナが自殺できないように計らってほしい。おん？よかろう？キリト君、ダメだよ！そんなの、そんなのないよ！これはデュエルじゃない。単純な殺し合いだ。そうだ。俺は、この男を、殺す！遊ばれてるのか。アスナ、バカバカバカ、ほんとよかった。キリト君、キリト君、ごめんアスナ。でも生きてるよ。よかった、キリト君生きてる。本当によかった。カヤバ、ヒースクリフは？わからない。でも、団長は見当たらないよ。そうか。俺はあいつを倒したのか。おい、おいおいおい、やったじゃねえか、霧の字。クライン。何ボサッとしてんだ。倒したんだよ、ラスボスを。おめえは勝ったんだよ。で、ああ、本当にやったのか。これでクリアなのか。どうなんだ。俺は見た、倒したの。勝っただろ。これ、そうだよ。これで俺たちは解放されるぞ。勝った、勝ったんだよ。終わったんだ。そうか、俺はあいつを。キリト君、よかった。アスナ、お二人さん、見つめ合うのはエンディングテーマが流れてからにしてもらえますかね。見せつけんなよな、ご両に。羨ましいな、この。あのな、茶化さないでよ、みんな。いいさ、見てろよ。俺だってリアルに戻ったら彼女を作って幸せになってやるからな。ところでキリト、ん？俺たちいつ戻るんだ、現実によ。いつって、それは。ヒースクリフは倒したんだよな。
それで終わりじゃねえのか。ヒースクリフ、いや、カヤバーキヒコは自分を倒せばゲームはクリアされて全プレイヤーが解放されると間違いなく宣言した。私もそう言ってたの聞いてたよ。けど何も起こらない。何か嫌な感じがするね。じゃあなんで終わらないんだよ。本当は元に戻る方法なんてないんじゃねえのか。いや、ヒースクリフ、カヤバはそんな嘘をつきはしないはずだ。ならなぜクリアにならない。他に条件があるのか。キリト、俺たちはこれからどうすりゃいいんだよ。俺にもわからない。確かなのはこのゲームは今も動き続けてるってことだけだ。そんな、私たちはまだ戦わなきゃならないの。おいおい、マジかよ。キリト、先に進む扉が開いたぞ。76層へと進む扉。進むか。キリト君。キリト。ゲームが終わらない以上、今は先に進むしかない。行こう。76層へ。この世界は現実のものではない。ソードアートオンライン VRMMORPG と呼ばれるそのゲームは、ナーブギアのソフトとして2022年に発売された。ナーブギアは脳に直接信号を送ることでプレイヤーの五感全てにアクセスすることができる。それは完全なる仮想空間の実現。自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は初回ロットがわずか1万本ということもあり即時完売。正式サービス開始とともにゲームの中に飛び込んだプレイヤーたちはこれから始まる冒険に心を躍らせた。しかしそんな気持ちを一転する出来事が起こる。ゲームを開始してほどなくプレイヤーたちはゲームを終了させるログアウトボタンがメニューから消えていることに気づく。不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちの前に突如巨大な赤いローブのアバターが現れた。そのアバターは自身をカヤバアキヒコと名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言った。アバターが名乗ったカヤバアキヒコという男こそこの SAO の開発ディレクターであり、さらにはナーブギアの基礎設計者でもある。カヤバはプレイヤーたちに話を続けた。ログアウトのボタンが消えていることは不具合ではなくこのゲーム本来の仕様であるということ。さらにゲーム外部の人間がゲームを停止させたり解除させることもありえない。つまり全てのプレイヤーはこの SAO という仮想空間から出ることができないということになる。そしてカヤバからこのゲームの最も重要なルールが告げられる。外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになった時、ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼き、プレイヤーの生命活動を停止させる。無事にゲームから脱出するには、このゲームをクリアする以外に方法はない。カヤバの話に唖然とする者、悲鳴を上げる者、泣き崩れる者。まさに、この SAO というゲームが、デスゲームへと変貌した瞬間だった。デスゲームの攻略。命がけとなるこのゲームの攻略は、攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーはその数を約6000にまで減らし、 SAO の舞台であるアインクラッド、その全部で100層あるフロアのうち第75層までを攻略していた。しかし第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう。攻略を終えた時、失った犠牲者の数に生き残ったみんなが絶望した。ただ一人を除いて、ヒースクリフ。
最強クラスのプレイヤーギルド、血明騎士団のギルドマスターである。プレイヤー離れした強さを持つその男こそ SAO という世界を作り、デスゲームを始めた張本人、茅場明彦だった。正体を明かした茅場は、この場で自分に勝つことができれば全プレイヤーの解放を約束し、決闘を行い敗れた。ゲームマスターであり創造主たるヒースクリフ、茅場明彦を打ち破ったのだから、このゲームは終焉を迎えると思われたのだが、未だ目の前に広がる仮想空間の世界、ログアウトされない現状に不安を抱えたまま、次なる層第76層へ進んでいく。2024年11月7日、この仮想現実の世界に閉じ込められてからちょうど2年が経過した時のことだった。